ルーシー・ローズ・パートンは、ウォリックシャー出身の女性シンガー・ソングライター。デビュー作は、2012年9月にリリースされた、ライク・アイ・ユースト2。2012年のウェイブス・ビエナにて、イギリスの首都、ロンドンの近郊であるフリムリーに生まれた。彼女の音楽を始めたきっかけは、彼女の通っていた学校のオーケストラでドラムを叩いたことで、その頃家にあったピアノで作曲を始めた。 後に通学路途中にある楽器店でギターを購入し、独学で16歳頃にはギターで作曲を始めた。ローズは大学進学で実家を出るまで誰にも曲を披露しなかった。18歳の頃に地理学を学ぶためユニバーシティカレッジロンドンに移住し、他のミュージシャンと共同で活動するなど経験を重ね、ボンベイバイシクルクラブのジャック・ステッドマンに出会ったのもこの頃であった。ローズは ステッドマンと親友となり、ステッドマンは彼女に自分が作曲した曲をバックボーカルで歌ってくれないかと尋ねた。そしてステッドマンがリードボーカルを務めたアコースティックアルバムフローズがリリースされた。そのアルバム中でローズの歌声はアルバム参加者の中でも際立って目立っていた。彼女はボンベイバイシクルクラブのサードアルバムーディファレントカインドオブフィックスでも バックボーカルを務め、ホースアルバム、ソロング、See You Tomorrow でフィーチャリングした。ローズは他にもマニックストリート・プリーチャーズのアルバム、リワインド・ザ・フィルムに収録されている楽曲、ディッサルン・ウェルシュ・ハートでもバックボーカルを務めている。また、ローズはバンド形態で演奏することもある。彼女のミュージックビデオはインターネット上で高い評価を得ており、そのほとんどは親友で、 映像クリエイターのオレスト・ミータスによる撮影である。紅茶好きであり、ビルダーグレーという紅茶ブランドをライブ等で販売している。防具はローズを2012年で注目すべきインディーロックスターの一人と評した。彼女の楽曲の一つであるドンチュウォーリーがイギリスの人気番組スキンズの第6シーズンの2話で使用された。2013年後半にソニーモバイルはエクスペリア、 Z1 のコマーシャルにローズを起用し、それに伴い楽曲、ムービン、オンアップをリリースした。2013年12月にツイッターを介して、ローズはセカンドアルバムを制作することを発表した。彼女のセカンドアルバム、Work It Out は2015年7月13日リリース予定である。2014年には、シバーが、うるしばらゆき原作のアニメ、 虫死に2期のオープニングテーマとして起用された。インタビューにおいて彼女は、ロンドンでの音楽活動中にニール・ヤングや、ジョニー・ミッチェルから影響を受けたと話した。ありがとうございます。